こんにちは、ひこです。今日は中トラということで、今流行っているグラスケーキを作りたいと思います。こんなの見たんですけど、はい、めっちゃ可愛くないですか。このね、透明の、まあ、プラスチックケースというか小物入れみたいなのに入れる、これが今結構韓国で流行ってて、でちょっと日本にも来てバズってるんですけど、あ、やべすごい簡単なんですけど、最近なんかバレンタインとかもこの前ありましたけど、多分もうあんまり女の子が頑張らないっていう風潮あるなって思ってて、結局なんかどんだけ抵抗でも男の子って分かんなかったりするじゃないですか。でこんなに頑張ったのにみたいな、まあ私もそうだったんですけど、ホワイトでラーメン一杯で返されたみたいな時があって、玄関でさ釣り合わないでくれるみたいな。作ったりとかさ、買い出しに行ったりさ、ラッピングとかいろんな手間があるじゃん。本当にさ、最初から頑張ってるわけじゃなくて、頑張ってるんだけど、簡単に言ってみんなハッピーがいいなって、なんか感の時代だなって思います。はい、で作り方は私覚えてないので、はい、おいちゃんに、はい、なんかちょっと教えてもらおうと思います。はい、スポンジケーキ、チーズのやつです、ね。はい、これをグラスのサイズに合わせてカットしてそこに敷きます。はい、 OK。 ちょっと一回開けますよ。なんか TikTok だと縦、ね、に切ってますね。そう、なんか薄いい私この作業めちゃくちゃ苦手なんだけど、これで、こう行こうかね。はい、OK、できました。でも丸も同時に進めていい？めちゃくちゃね、見て、カーブがめっちゃミートする。はい。からいちご、はい、いちごです。いちごどんくらい切ろうかな。ここにこれで、はい、こういってもいいんだけど、結構満員電車になってる、ぎゅうぎゅうになるから、ね、薄くしよう。あ、これでいいのでは。そんな気がする。いきます。はい、はい、先全部切った方が良かったかな。そう思った。早めにやってくださいよ、そういうことは。今は料理するんですか。早いですね。ちょっとその包丁はいつぶりに使ったんですか。これはいつぶりだろうな。いつぶりだろうな。指切らないでね。OK。最高やん。ほら、絶対美味しいじゃん。もうそしたら、生クリームを詰め込みます。はい、多すぎるのが苦手ならスポンジを少し厚めにするか、スポンジを2層にするかがいいそうです。でもチコフさんは生クリーム大好きなんで、はい、このままいっちゃいます。やばくない？生クリームじゃん、もうこれは。でここから工作なんだよね。あとはですね、いちごを乗せて完成なんですよ。おお、これ私アイディア。接着剤。お？よくない？浮いてる。もう一個の方は丸ごといっちゃおうかな。はい、しかも待って、蓋してみたらどう？できんのそれ？できない。できない。でも無理やり潰してるでしょ。だからプレゼントするときは持っていって、これでラッピングしてもめちゃくちゃ可愛いじゃんね。できました。イエイイエイ、できました。トレトラ、じゃ食べますね。いちごはあとでいきます。美味しいよ。あ、これはバレないね。バレないバレない。ちょっと待って、食べてみてください。そしたら、うん、
美味しい。美味しいですよね、うん、確かになんかあのケーキ屋さんに並んでてもでしょ、普通にありそうですね、うん、よかったよかった。あと甘クリームもそんなに甘くないし。そうなんですよ、すでにできてるやつって植物性なんですよね大体。ああ。だからさっぱりしてるんですよ。さっぱりしてる。私は動物性のこってりしたのが好きだから、はい、ちょっと物足りなさを感じるけど、あさっぱり重視の人はちょうどいいと思います。うん、うん、美味しい。今日のグラスケーキ作りやってみてどうでしたでしょうか。グラスケーキ、あの美味しかったですよね、普通にね。ね、手抜きとは思えないでしょでしょ本当にこれはもう、いや私いい流れだなと思って、なんか一昔前は、うん、やっぱどれだけ手を込んで作れるかみたいな、はいはいはい、それがなんか女子力みたいなとこあったし。なるほど。だから結局こういうのでいいのよ最初からこういうのでよかったんだけど、だってなんかもらった方も別に嬉しいし、うん、あげた方も簡単で喜んでもらえてそれでいいよねっていう、そのなんか手抜きって言ったら手抜きなんだけど、手抜きがお互いハッピーだよねっていう風潮がすごいいいと思います。はい、だからすごいいい時代の流れって思いました。私だってね3時間かけて作ってた時はありますよ、はいはいはい、けど大して喜ばれないの別に。だから、うん、正解だと思うな。だって可愛いじゃん。え、可愛いじゃんね。Ha ha ha!